さあ、皆さん、こんにちは。スノボダの青木玲です。小板橋東也です。さあ、本日はですね、ここジョイントハウスにゲスト、小板橋東也くん来てくれました。ありがとうございます。久しぶりに来ました。久しぶりですね。はい。はい、<laughs> 大体年に1回ぐらい、このシーズン前ぐらいに毎年来てくれるんですけれども、えー、小板橋東也くん、ちなみに今、いくつになりましたか 来月で21歳になります。21歳の若者なんですけれども、どうや、ん、くんが中学生ぐらいから僕ずっとスノーボードのことを教えてまして、えー、カービングが好きで、スノーボードが好きで、テクセンとかに出てて、結構全日本でも活躍してますし、地区大会だと準優勝とか、はい、いろいろね、頑張っている感じです。で、週3ぐらいですね、えー、ハンターマウンテン塩原っていう、ハンタマハンタマっていうスキー場があるんですけれども、このハンターマウンテンで、 スクールのイントラ活動をしてるんですよ、冬の間。はい。そうですよね。インストラクターやってます。ね。なんで12月入ってハンターオープンすると、またそのスクールのイントラ活動が始まっていくんですけれども、そんなカービングがうまい、得意な東也君に今日はスノーボードの話をいろいろ聞いていければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 とは言っても、中学生用の外の時から僕の座学に参加してくれて、<laughs> 僕のレッスンの話を聞いてくれたりしてるので、スノーボードに対する、カービングに対する考え方、ほぼ青きれいです、頭の中。そうです。ありがとうございます。本当によく話を聞いていただいて。<laughs> 早速、板乗ってる板から教えてもらっていいですかはい。乗ってる板は、AC ストリームの VL157cm。157? はい。あの、ちょっと幅があるやつそうですね。はい。バインディング何つけてますそれで。バインディングはユニオンの今、アトラスつけてます。アトラスアトラス。おお。ブーツはブーツはディラックスのエッチです。はい。っていうね、青綺麗です。まんまです。まんまです。ちなみにじゃあ、セッティングまで教えてもらっていいですかセッティングは、えっと、まずアングルが、前足30度。はい。後ろ足が0度。はい。で、スタンスは 54cm です。はい。 で、もう、投寄せにしてます、ね。つま先側に全部寄せてる感じ。はい、全部寄せてハイバックの調節はハイバックの調節は、前足が全部起こして、うんはい、後ろ足は全部倒してます。全部入れてる。はい、はい。全部青きれでした。<laughs> ありがとうございます。はい。<laughs> っていう感じで、滑るのは、やっぱり滑りやすいんですよね。そうですね。非常に滑りやすいんですよね。はい、で、乗ってる板とセッティングまで、ここまでやっぱり一緒だと、乗り方っていうものが、 結構同じになっていく。はい。逆に言うと、滑りの話をよく聞いてくれる、滑りの話をたくさんするので、あこうやって滑りたいなっていう方向性が似てくると、だったらこういうセッティングがいいよねっていうので、セッティングが、滑り求めてるとこが同じな感じだから、滑りがあ、セッティングも似てくる、同じになってくるっていう感じもありますよね。あります。はい。はい。っていうので、ほぼ同じ段によって同じセッティングを組んでるんですけれども、はい、ハンターマウンテンでは初心者レッスンが多いですか 大半は初心者か、うん、あの、ターン導入。はい、当はい、当たで,、ね、でも、東也くんの滑りを見て、はい。ちょっと東也くんの滑りを教わりたいんですよっていう人も中には来る。はい、ありがたいことです。お<ー>、はい、ありがたい何名か。はい。あよかったです。素晴らしいことです。<laughs> っていう感じでね、カービングスタイルすごくかっこよくって、カービング上手いので、で、こんな感じで、あの、ちょっと腰が引くとね、優しい感じで教え上手だと思うので、<laughs> そんな東也くんが、東也の滑りを、 ちょっと教わりたいんですけどっていうレッスンには、どんなことを教えるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って。そう要は当夜の、当や、はい、の自分の滑りの中の一番、えー、キーとしてる、角としてる場所だったりとか、ある意味軸分が得意としてる場所だったりとかっていうところだと思うんですよね。うん、その辺を、前置きだいぶ長くなりましたけど、はい、技術的な話です、ここから。はい。はい、そうですね。私は、今までレーサーに教わってたとり、はい、左右非対称。 っていうものをすごく大事にして、はいうん、えー、滑走するんですけれども、そ、うん、の、まあ、基本的にはポジションの話になります。ポジション。はい、ポジション。はい、ョンのよく聞く話、ポジション。はい、これはあの、はい、僕のセッティングの理由にもなるんですけど、うん、前足は30度に振っております。はい。で、やっぱり振ってないと、なんていうんですかね。<laughs> なんていうんですかね。<laughs> 滑る方向に、うん、やっぱり、まあ、ま、 年は、なんていうんですか、うん、正面見ていたいので、前足はい、振ります。前足は30度ぐらいまで振った方が、前見やすいね、前見やすいです。はい。そのために、はい。まず、かかと側のポジションの話になるんですが、ヒールサイド側ね。ヒールサイド側。はい。ヒールサイド側は、僕の場合、足の左側面。うん、前足の左側面あたり。はい。前足の左側面あたりに、はい。だいぶ頼って、おお パのトライを作ってます結構ヒールサイドは前足荷重っていう、まあ、僕もいろいろ YouTube で言いますけれどもその辺のよりピンポイントなところ前足荷重のこの辺使ってるよっていうところ、はい、それがじゃあヒールサイドのポジションっていうとその辺のどこどこに体重乗せていくといいポジションいいバランスになるなという場所がある程度こう,こうかっち決まってるってことなんですね。決まってます、ね。決まってるってことですね。はい なので、その決まってる場所をしっかりと共有して、要はヒールサイドのポジション。これ、トーサイドもあるってことですよね。トーサイドもあります。ね。トーサイドのポジション。それぞれ、トーヤがエッジに乗ってる時に、どういうところに体重が乗ってるかっていうのを、まず共有しましょうっていうところから、レッスンがスタートすると。はい、そうですね。なかなかシーンを送った本質的なレッスンからやるんですね。やっぱりそこを一番お伝えしたいところなのかな,るほどな。はい、で、この辺が、セッティングとか、 が変わったり、まあ仮にハンマーのお客さんとかもいたりすると思うんですよ。はい。はい。そういう場合は、セッティング違うじゃないですか。はい。っていう場合はどうするんですかセッティングがある程度違う。うん、まあ僕は基本的に横乗りスタンスなんですが、うん、まあハンマーヘッドとか乗ってる方だと多くの方が前振り。はい、振りになったりする、ね。後ろ足も前に振っているようなセッティングが多いんですけれども、うんうん、はい。基本的なポジションの考え方っていうのは、はい。私は変わりません。おー、なるほど。はい ヒールサイドは、こう、前足荷重がバランス良くて、トーサイドは後ろ足荷重がバランスいいねっていう、この本当左右非対称の考え方が、はい、多少こう角度が、両方前向こうが、こう横の方向いてこようが、その左右非対称の考え方は大きく変わらないよってことね。変わりません。ほー、いい変わりません。かっこいいね。<laughs> じゃあその左右非対称のヒールはヒールエッジに乗るためのポジション、はい。トーはトーエッジに乗るためのポジションっていう、この二つのポジションを、 どうやの言うことを聞いて理解して、あ、俺こうやってやってればヒールのポジションすごく良くなってるんだっていうのが分かっていくと、そのポジションをうまく利用して、さらにカービングが上手くなるためのアドバイスをどん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 レッスン中はしてくれるっていことですね。そうです。いいじゃないですか。はい。上手くなりそうですね。上手くなると思います。おー素晴らしい。<laughs> はい。っていう感じで、本当ボードの上での立ち方、要はね、僕もそういうふうに考えてるんですけども、ポジションもっと分かりやすく言うとこれ。 体重をどこに乗せてますか、えー、体重をどこで支えてますかっていう考え方でもいいのかなと思います。はい、こうやってやってる時は足裏で支えてますけども、やっぱりエッジに乗り始めたら足裏じゃないところにも体重いっぱいかかるようになってくるなと思う、はいはい。そんな体重をどこで支えるかっていうようなところ、体重の乗せ方、この体重をうまく乗せることによって、鋭く深いカービング、速いカービングターンを面白くやっていこうぜっていうのは、 共通ですもんね。そうです。はい。なので、筋力とか柔軟性とかっていう、そういうフィジカルっていうものよりも、自分のそもそも持っているウェイト、体重っていうものをうまく利用しながら、そのために少しだけセッティングをちょっと丁寧に考えてあげると、ものすごくカービングしやすくなるし、 筋力にあんまり頼らない分、疲れづらかったりとか、筋肉痛とかっていうのも結構なりづらい滑りですよね。なりづらいですね。もともとまあ21歳で若いからそんなんないよかもしれないんだけれども、<laughs> でにしても滑り方としては疲れづらいあの、各関節に負担があるような滑りじゃないかなと。あ、そうですね。はい。ね。そんな感じですよね。 そんな感じですので、あの、柔軟性が、とか、私ちょっと、体の、こうね、うん、あの、フィジカル的に、体力的に自信がないんです、筋力ないんです、みたいな人も、体重をうまく乗せ替えたり、うん、体重の位置を操ることによって、トヤの滑りは出来上がっていて、僕の滑りは出来上がってるっていう感じですので、はい、ぜひともその体重の動かし方、もしくはその、どこに乗せておくと安定するのかっていう場所を知ってもらうだけで、カービングターンというものがより、 安定する楽しいものになるんじゃないかなと思いますのでその安定する場所をぜひぜひハンターマウンテンのスノーボードスクールの小板橋斗也んのところにレッスン受けて気に入ってみてください。はい、でもちろん僕は僕でシーズンこれ12月始まりましたらプライベートレッスンそして週末は キャンプ、レッスンキャンプ。今年はスノーボードアカデミーって名前つけてますけれども、えー、こんな形でスノーボードのカービングの乗り方っていうものをレクチャーしていく。で、もっとそういうのを詳しく細かく知りたいんだよっていうのは僕シーズン中、夜、えー、週1ですけども座学っていうのを今年やっていくので、だいぶスノーボード三昧の青木の近くにいると、小板橋町屋の近くにいるとスノーボード三昧のシーズンが楽しく送れますので、<laughs> ぜひぜひ チェックしてみてください。はい。という感じです。インスタやってますもんね。インスタやってます。はい。なんで、もし何かありましたら、インスタので DM を送っていただいて、い。いついつ反対行くんでレッスン受けたいです。東谷くいますかみたいな感じでやり取りしてもらえたら嬉しいです。そうですね。はい。つながってね。はい。はい。今日はゲストで小板橋東谷くん来てくれましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今シーズンも楽しくスノボードしていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた、スノボーダーの青木玲でした。小板橋東谷でした。